ももしもしあのー、もしよかったら今度久しぶりに会わないうん私平日仕事休みになったからどう君も平日休みの方が多いでしょありがとうじゃあまた詳細はメールするからちゃんとデートの準備してきてねよろしく。 君、来るの遅い。普通に遅刻。何してたの夜更かしそうなんだ。エッチなアニメ見てたとか何もっと尊いことって。いや、やっぱいい。めんどくさそうだから聞かない。そんなことより、早く行こ。う。遊園地、いっぱい遊びたいし。 繋いで。彼氏なんだから当然でしょ <laughs> 久しぶりだ。君と手繋ぐの。嬉しいよ、そりゃあ。君のこと好きだから。今更好き程度で照れないで。そんなに浅い付き合いじゃないんだから。うん、腐れん。今までずっと一緒だったから、これからも。ね <laughs> そうだね。デート、行こっか。時間ももったいないしね。はぁ、ちょっと疲れちゃった。休憩しよう。あ、飲み物ありがとう。じゃあ、私、ここで待ってるね。行ってらっしゃい。あ、ご、ごめん。 急にあの場を離れちゃってうん君がいなくなった後急にナンパされて怖くなって逃げてごめん結構探したよね私のことうううん、うん、君は悪くないからそんなに謝らないでねととりあえず 二人きりになれるとこ行こここもちょっと人多いし。あのー、ごめん。君が高所恐怖症なの忘れてた。うん。遊園地で完全に二人きりになれるとこって言ったら、観覧車しか思いつかなくて。だ、大丈夫下さえ見なければほら、私の顔だけ見て。 視線は絶対下に向けないこと。いいそうそう、その調子。視線はそのまま固定しててね。あ、また下向きそうになった。無理やり手で固定した方が良さそうだね。えいっえ。どうこれなら下は絶対見れないでしょそう。 私の顔しか見れないんだよかったか観覧車に乗ってるのに二人とも外の景色見ないってなんか変な感じだねうんドキドキしてる君もそっかなんか付き合いたてのカップルみたいだね私たちあのー。 私ね今日君に聞きたかったことあるんだ君がツイッターで「いいね」とリプしまくってるあの女誰コスプレイヤーそっか君の推しなんだ確かに可愛かったもんね私なんかより。 すねてない。ちょっと怒ってるだけ。可愛いとか、いずれガンに効くとか、連呼してたもんね。ふーん。そう。まあいいけど、別に。私も推しいるし。うん。いるよ。君よりイケメンで、ちょっと低音ボイスな人。嘘 <laughs> だよ。推しなんているわけない。 適当に言っただけ。そもそもそういうのに興味ないし。けど、今の反応で分かった。君も嫉妬するんだ。私に推しがいたら。わ <laughs> かりやすい。ちょっと釜か,かけたらすぐ反応してくれた。私の今の気持ち、少しは分かってくれたそう。なら OK。あとは、 お仕置きのキス、ちゃんと受けてね。<laughs> 私ね、目標があるんだ。君の推し活をやめさせるっていう目標。うん。ずっと黙ってたけど、私独占欲強いから。私以外見てると嫉妬する。もやもやするし、なんでってなる。 無理やり辞めさせたりしないよ。ただ、推し活なんてどうでもよくなるくらい、私のことを好きになってもらおうと思って。そろそろ同性の話も進めよっか。いつまでものらりくらりしてちゃ始まらないもんね。ダメ。さっきナンパされたこともそうだけど、やっぱり私、君と離れてると不幸になるみたい。 いつまでも遠距離は嫌。早く君の近くにいたいよ。君も同じ気持ちだって信じてるから。私のお願い、拒否しないよね。し、な、い、よ、ね。私たち、恋人同士なんだから。ふふ、よろしい。 観覧車下に着くまでイチャイチャしてよっか。まだ高いからさ、外向いたら高さ感じちゃうよ。今の君は私を見る以外の選択肢はないの。わかるよね。素直な君は好きだよ。じゃあ、さっきの続き、しよっか。